はい皆さんこんにちは、えー、今回の授業はですね前回の授業の引き続きになりますまず今回のテーマ正式の割り座、えーえー、前回と同じテーマなんですけれどもどこが異なるか前回は一次式で割ると書いておいたんですけども今回は二次式で割ることを考えていきますでもねポイントっていうのはねもう前回と同じなんです X の二次式で 割り算するときも一の十で学習した操作を繰り返していくここが大事なんですよ一の十で学習した操作ちゃんとこれマスターできたかな一の十で学習した操作ねほら黄色波線の x に何かけたらこれになるという話をしましたよねそれが学習した操作になりますこれを繰り返すことで 今度は三次式を二次式で割る三次式を二次式で割る問題を考えていきたいと思います。では早速例題に入っていきましょう。はい、ではね例題の式を見てみましょう。ここに三次式二 x 三乗マイナス七 x 乗プラス八があります。これが割り算される方の式ね。そして後ろに来ているのが二次式 x 乗マイナス四 x プラス三。この二次式で割っていくわけ。 えー、計算の手法は前回と同じだということを説明したわけねじゃあ前回の手法と同じことをね式は変わりましたけどもやってみましょうあれずいぶん線を長く引いたよねここに書き込む式はさ 2x3 乗マイナス 7x 乗プラス8だからこれくらいあればよかったはずなのんで長く引いたか理由があるわけ理由がねそれよく見といてね 2x3 乗ね次マイナス 7x 次乗ね次さここ x の1乗が書いてないんだよね x の1乗が書いいてないのはどういうふうにここに書き込むべきかということが大事なんです。x の1乗は上の式には書かれていないそれはねプラス +0 x と書いておかないと後々の計算がやりづらいんです。 x の項がなかったその時には係数をプラスゼロにしてプラスゼロ x と入れるようにしましょう当然ねこれね今回は x がいなかったからプラスゼロ x って書いたんだよ万が一他の問題万が一他の問題で x の二乗の項ね x の二乗の項がいなかったときにはプラスゼロ x 二乗と書くようにしてくださいそしてじゃあ最後定数項プラス八がここにやってきましたはいじゃあ割り算の計算実行しますね。 前回と同様にこの黄色波線だけは引いておきますあとは言葉でゆっくり言いますから一緒に考えていってください。黄色波線の x 乗に何をかけたら2 x 乗になる何をかけたら2 x 乗になる当然2、x、だよね。はい覚えてるかい ここに 2X が設定されたらこれを左サイドの式 X 次乗 -4X プラス3に掛け算してあげて掛け算した式をここにサさサラサラと書き込んでいくわけです。はい、掛け算していきます。で、ここに黄色点線だけは引いておきます。はい、横線を引いたら小学校の算数と同じね。 上にあるものから下にあるものを引き算するでもねここ注意してくださいねマイナス 8X 符号が負の符号マイナスがついていますから引き算するときにはこれプラス 8X 乗に変わって計算されることになりますはい引き算しますマイナス 7X 乗実はこれがプラス 8X 乗に変わってるから X 乗ですここはマイナスの 6X ですねそしてここまで来たらね、上に右サイドにあるものを 下ろしていくわけです上にあった右サイドねこれを下に下ろすこれで第1段階の操作が完了第1段階ねファーストステップが終わったわけですでは第2段階セカンドステップに入りましょうはい再びここに戻っていくわけです。ここね黄色波線の x 地上に何をかけたら x 地上になる当たり前のことだよね。 黄色波線の X 乗に1かけたら X 乗ですから、ここにプラス1が立ち上がってきます。プラス1が立ち上がったら、左サイドの式にスパーンとかけていくと、ただ1かけるですから、1をかけるだけですから、そのまんまの式が現れるわけです。そして横線を引くと。もう左サイドまで来てますよね。あとは横線を引いて引き算してあげると、 ここになりますね。あここもね念のために注意しすくよ。上の式から下の式を引くときにここねマイナス 4x になってるから注意してくださいね。引き算するとプラス 4x に変わって計算上はマイナス 6x プラス 4x に変わります。符号のミスがないようにすることです。縦書きの引き算やるときね。はいそうすると答えの方は今回こういう形で書いていきます。ここの上に現れたものが割り算した時の商でした。 あの実際ね定期試験の時にはこういう答えの書き方しちゃいけないよ。なぜかというとちょっとねスペースが詰まってきてるのでここに現れたものがりです今回ねイレギュラーな答えの書き方になりましたけども。 ちゃんと定期試験のときには小は 2x プラス1余りはマイナス 2x プラス5と書くようにしてくださいはいこれで三次式を二次式で割るねこの例題の計算の流れ前回の計算方法とまるっきり同じでしたよねそれが理解できればいいわけですでは次は練習問題へと進んでいきたいと思いますはい 練習問題に進んでいます。もうやるべきことは先ほどゆっくりやったので、もう一回ね同じ計算、同じような計算やっています。ただね今回見てください。x 三乗、x 二乗、x の一乗、定数項ね全部いるわけ。だからこれはそのまんまあの割り算記号の式の中にスラスラスラと書き込んであげればいいわけです。はい、割る式は x 二乗マイナス x プラスにね、x 二乗マイナス x プラス二。2 3x3 乗プラス 5x 乗マイナス 2x プラス4で注意点はここだけ見ていくんだよね黄色な線引いたよまだここだけ見て計算を実行していくわけもうね、えー、今日2回目の割り算計算だから少しスピード上げて説明していきますよ 黄色波線の x 次乗に何かけたら 3x 3乗になる係数は当然3です。かけるものはこれでオッケーだよね。はい、ちゃんと頭の中でね、間違いがないかどうか確認するわけ。わ x 黄色波線 x 次乗に 3x かけたら確かに 3x 3乗ね。こうやって確認していけば、ここに見つけたもの誤りがないかどうかわかります。こういうチェックもやるようにしてください。そしたら 3x を左サイドの式に 掛け算していくと3 3、三 x 三乗マイナス三 x 二乗プラス六 x。一応ここはね黄色点線だけは引いておきますね。黄色点線引いておきました。三 x を左サイドの式にかけたもの3 3、三 x 三乗マイナス三 x 二乗プラス六 x を書いて、ここに横線を引くわけです。横線を引いて引き算計算をやる。 ここマイナスです。引き算するとプラス三エックス上に変わって合わせて八エックス上という形。マイナス二エックスから足す六エックスを引くとマイナスの八エックスです。ここまで計算が済んだら、はい、右上の右側にあるものを下ろしでしたね。これでよろしいかな。第一段階の計算が終了したわけです。 第二段階の計算同じことの繰り返しね黄色波線の x 乗に何かけたら 8x 乗になるか8をかけてあげればいいわけですよね間違いだね黄色波線の x 乗にここの8かければ確かに 8x 乗になりますこういう確認をしながらねやっていくと計算ミスが減りますはいじゃあプラスここの立ち上がってきたプラス8を左サイドの式にかけると 8x 乗 だねはいかけられたものが 8x 上 −8x+16 そしたら横線を引く最後横線が引かれたら引き算する同類項で消える同類以で消える4マ1 6ス1 2いいかなマイナス1 2ね。そうすると 先ほどと同じようにちょっとねここに現れたものが求めるべき章ね。そして左サイドまで計算が実行されたここで計算終了ねこれが求めるべき余りですはい。 小はここに答えとして書き込みあまりはこの下段に出たものをあまりとして答えとして書き込んでおきましたはいよろしいですかうんどうですか三次式を二次式で割る計算問題ねそう前回と同じように第一段階の計算第二段階の計算をしてその操作方法さえ覚えておけばこれが四次式ねここの式が四次式になっても同じようにできるわけですはい 練習問題の内容をしっかり理解できましたか。練習問題の解説はここまでです。はい、いつもと同じようにね、授業の最後にまとめをしておきます。まとめと言ってもね、言うことはたった一言です。一の十で学習した操作を繰り返していこう。これだけです。一の十で学習した操作を繰り返していこう。これが正式の割り算の計算ね。 そして割るのが一次式であろうとも二次式であろうとも。一の十でやった計算のシステムを繰り返していけばいいということです。はい、これが本日のまとめです。はい、皆さんお疲れ様でした。